エアポート開徳は、京浜急行電鉄、東京都交通局が運行する列車種別の一つである。主に、羽田空港第1、第2ターミナル駅マイナスに直通し、押上駅からは、さらに京成押上線、京成成田空港線、京成本線に直通するが、列車種別が変更される。なお、当列車は全列車が、 羽田空港第一第二ターミナル駅に乗り入れるものの、全列車が、京成電鉄の成田空港駅に乗り入れるわけではない。本港では、過去に運行していた、エアポート特急についても記述する。1998年11月18日に、羽田空港成田空港間のアクセス列車を意図して、京急線内を快速特急と同じ駅に停車する。 羽田空港駅成田空港駅間運行のエアポート快速特急として設定された。また、京急線内を特急と同じ駅に停車する、羽田空港駅青戸駅、京成高砂駅間運行のエアポート特急も同時に新設された。これらの列車は交互に40分間隔で運行され、新たに都営浅草線内も急行運転とし、京成線ではいずれも、 特急として、相互直通運転を行っていた。エアポート特急は、京急線内で、特急停車駅に停車したが、上下とも、平和島駅で、快速特急を退避していた。エアポート快速特急は、京成上野駅京成高砂駅間を往復する特急と、エアポート特急は、上野駅成田空港駅間を往復する特急と、アウトで連絡していた。なお、 九百九十九年七月三十一日の京浜急行電鉄のダイヤ改正に伴う運転系統種別整理によりエアポート快速特急はエアポート回徳に解消されエアポート特急は廃止されエアポート回徳に格上げされた羽田成田空港相互間のアクセスを意図して設定された列車であるが空港相互間の利用者が少ないことや 京成線内において京成上野駅発着の特急との差別化を図れなかったことから昼間時のエアポート開徳については2002年10月12日のダイヤ改正で京成線内の種別が快速に格下げされ京成成田駅発着に2006年12月10日の改正では京成桜駅発着となり京成線側の速達運転直通運転区間が 徐々に短縮されていった。このため、羽田空港成田空港間を直通運転するという当初の意図は弱くなった。また、この頃には、京成本線内で特急、通勤特急となる平日夜間の一部の列車が、都営浅草線内でエアポート開拓として運行されるようになるなど、都営浅草線内での急行運転を行うための、 東京都交通局独自の種別としての色合いが強くなっていた。2010年5月16日の京急線のダイヤ改正で京急蒲田駅が通過駅となり京急線内でも独自の停車駅を持つ列車となった。同時に京急線内のみエアポート開拓となる列車も新設され昼間時は京急都営線内。 エアポート海徳と京急線内のみ、エアポート海徳の列車が交互に約20分間隔での運行となった。その直後、2010年7月17日の成田、スカイアクセス線開業に伴い、それまで京成線内快速、京成桜駅発着であった昼間時の京急。 都営線内、エアポート快徳の京成線側の扱いを、成田スカイアクセス線経由成田空港駅発着のアクセス特急に変更し、昼間時の羽田、成田両空港直結列車の運行が再開された。成田空港駅羽田空港駅間の所要時間は最短103分である。その後、2012年10月21日のダイヤ改正で、京急線内のみ、 エアポート開得となる列車は、京急線内発着の列車を除き、京急かまた駅停車の開得となり、昼間時の運行が40分間隔へと戻された。2016年11月19日の5社、一斉ダイヤ改正現在、日中の列車は、都営浅草線に直通し、押上駅からアクセス特急に、 変更の上成田スカイアクセス線に直通して成田空港駅に到着するダイヤが約40分間隔で組まれている。加えて京急線内は海徳都営浅草線内はエアポート海徳京成線内は快速特急として青戸駅または京成高砂駅まで運転される列車が約40分間隔で運転され都営浅草線内は 約20分間隔でエアポート開得が運行されている。また、成田空港駅、青戸駅からは逆のパターンが組まれている。また、早朝5時台に京成本線総合参道駅始発として羽田空港駅が1本設定されている。京成線内は、快速、都営浅草線、京急線はエアポート開得として設定されている。平日は、 形成者、土休日は、都営車で運転されている。また同形成なり駅機始発で、羽田空港行きが一本設定されている。形成線内は、快速特急、都営線内は、エアポート開特京急線内は、開特で運転されている。車両は、都営車で運転されている。夜間は、形成本線経由で運転される、エアポート開特が、 京成線方面にのみ設定されているが、これらは、京成線内は、通常の、快速特急、都営浅草線内のみ、エアポート開徳として運転され、京急線内は主に、エアポート急行となるが、3本のみは、京急線内もエアポート開徳で運転される。また前述の京成成田スカイアクセス線経由の、列車はすべて、成田空港駅着発だが、 京成本線経由列車は2本のみ、成田空港駅儀で、他はすべて京成成田駅儀となっている。土休日夕方北港に設定されている1本に、限り、京急線内のみをエアポート開拓として運転し、都営浅草線、京成線内は普通となる運用がある。浅草線内エアポート開拓押上線内速達列車は、 押上線内での種別故障こそ異なるものの、品川駅京成高佐護駅間は、同じ停車駅である。英文種別名は、リミテッドエクスプレスとエアポートリミテッドエクスプレスと、車両、案内板、発車表、各車局各駅ごとで異なる表記となり、統一されていない。また、下の写真にある通り、種別幕、種別表示器及び、路線図の案内では、 エアポートの代わりに飛行機のマークを頭につけ、開得と表記されている。なお、2013年10月までは、都営線、京急線内の種別が、エアポート開得になる羽田空港行きの列車は、京成線内でも、種別名にオフし、アクセス特急、快速と表記されていた。2012年10月21日からは、 エアポート開徳の表示が緑からオレンジに変更されている。昼間時に仙岳寺駅羽田空港間を40分間隔で運行しており、都営線と相互直通運転する列車は、都営線内もエアポート開徳として運行されている。途中停車駅は品川、羽田空港第3ターミナルのみで、開徳停車駅である京急蒲田駅を通過する。 これは、都営仙台門駅羽田空港間で競合する、東京モノレール羽田空港線の空港快速への対抗のためでもある。駅の発車表では、海徳と表示され、列車種別表示等では、えと表示されている。2010年5月15日まで、海徳と同一の停車駅で運行されており、主要駅に設置されている、列車種別表示等も他の海徳と同じ。 前が使用され、羽田空港行きの列車については、駅の案内板でもマークが表示されず、他の快特と区別はされていなかった。また、2010年5月16日のダイヤ改正から2012年10月20日までは、都営線内を各駅に停車し、京急線内のみ、エアポート快特となる列車が設定されており、京急線内では、 朝から昼間時に20分間隔で運行されていた。2014年11月8日のダイヤ改正で、京急線内のみ、エアポート開拓として運転し、都営浅草線、京成線内は各駅に停車する運用が、土休日に2本のみ復活した。京急蒲田駅通過騒動、蒲田飛ばし役職、施設、組織名等は、当時のものである。 2010年4月下旬、京急は本線と空港線の高架化、事業のり線部分完成に伴うダイヤ改正を発表、従来、京急蒲田駅に停車していた、羽田空港発着、エアポート開特開特のほぼすべてが、京急蒲田駅を通過する、エアポート開特へと倉替えされることとなった。これにより、日中の羽田空港発着の、 海徳系列車の軽急化また停車が消滅。羽田空港へは、空港線内各駅停車の列車を利用せざるを得ない状況となり、品川方面への利用可能列車も減少した。大田区や同駅周辺住民は、ダイヤ改正の起因となった、高価化事業の総工費1650億円のうち、大田区が200億円を負担したことを根拠に、エアポート海徳の同駅通貨に反対。 大田区では、通貨反対対策協議会が組織され、通貨反対の議決や、今後の高価化事業の負担金の拒出拒否を、示唆するなどした。これに対して、東京都知事の石原慎太郎が、3本は通過しても、他の6本は停車するのだから、別に停車しなくてよいと発言した。ただし、その後、京急は2012年度のダイヤ改正での、蒲田停車の可能性を、 決算会見で示唆した。2012年7月31日、京急化田駅の下り線高架化完成に伴う、同年10月21日のダイヤ改正にて、昼間時の品川方面羽田空港間運航のエアポート開拓開拓を10分間隔とし、このうち40分に1本の実をエアポート開拓その他を開拓とすることが発表された。この改正により、 エアポート海徳の京急かまた通過は継続されたものの大多数の運行となる羽田空港発着海徳は京急かまたに停車することとなった昼間時に20分間隔で運行しており浅草線内で通過駅を有する唯一の列車種別である都営線内では対比線のある押上駅でのみ環境接続が行われる都営線内で エアポート開拓となる列車は、基本的には、京急線内では、エアポート開拓または、開拓として運行されるが、北港の一部列車は、京急線内で、エアポート急行として運行される。運行当初は、朝夕の通勤時間帯には設定されていなかったが、2004年以降は、平日の押し上げ方面域についてのみ、夕方以降も運行され、 2013年以降は、朝のラッシュ時にも、都営浅草線内で一本設定されている。なお、隅田川花火大会開催時は、通常を通過する本所あずま橋駅、倉前駅、浅草橋駅に、臨時停車する。このため、北港のエアポート回徳は、東日本橋駅で、アクセス特急、快速特急に種別変更する。京急線、都営線内で、 エアポート開徳となる列車が、昼間はアクセス特急として、成田スカイアクセス線経由で、羽田、成田両空港間を直結している。一方、都営線内のみ、エアポート開徳となる列車は、昼間は快速特急として、青戸駅、または京成高砂駅で折り返し、青戸駅にて、京成上野駅発着の京成本線の普通及び、特急と接続する。 これらの列車は押上駅で種別表示を快速特急に変更する。夜間は京成本線経由で運転されるエアポート開特が京成線方面にのみ設定されているが、これらは京成線内は通常の快速特急都営浅草線内のみエアポート開特として運転され京急線内は主にエアポート急行となる。 また前述の成田スカイアクセス線経由の列車はすべて成田空港駅着発だが、京成本線経由列車は一本のみ成田空港駅儀で、他はすべて京成成田駅儀となっている。京成線のエアポート特急、エアポート開特は2002年10月11日まで京成線内を特急として運行されていたが、これ以外に、 京成上野駅成田空港駅間や青戸駅でエアポート開拓に接続する京成上野、京成高砂護間の特急もエアポート特急とされていた。単に特急とされたのは土屋屋桜線に島込駅成田空港駅間の特急と京成桜駅終着など成田空港発着でない特急のみであった。なお、これらの エアポート特急も2013年までのエアポートアクセス特急、エアポート快速と同様、京成線内では原則的にエアポートは発音しないものとされ、単に特急と読まれていた。この特急に限り、京成3500系未更新車や旧3000系列の車両各形式を使用したこともあり、専用の種別版も用意されていた。京急、京成、 東京都交通局の車両が使われている。当初より、k 急6 0 0型を除いては、座席が長距離乗車を前提とした、クロスシートではなく、通例の相互乗り入れ列車に使用される、ロングシート車両が充当されている。また、ダイヤが乱れた場合を除きトエアサクサ線と、京成線内で使用する、停車駅予報装置を搭載する車両のみが、この運用に入る。 以下の車両は突起しているものを除き、運行開始当初より使用している車両である。なお、すべて8両編成に蘇生された編成のみが使用されている。ありがとうございます。